今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ？裏ルートがあんのか？そういうこと知ってそうな人って。コルネオか。反神羅グループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコーロまで爆破したんだけど、その結果がこの大惨事。しかもウーサイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反シンダなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というか、ただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。また戦争になるのかい？仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、情報はただじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されないみたい。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと反神羅の火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。誰もいねえな。お前たちか。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か？教えてくれ。こっちに来い。あ？なんだこの穴。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴？侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻った奴はいない。いや、いなかったというべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。さっさと済ませよう。アバランチの印か。ジェイシーがビックス巻き込んで合鍵仕込んでたやつだ。役に立ったよって言えなかった。ティファ、先を急がなきゃね。話し込んでるところ悪いが、その扉の先が目指す水路だ。さあ、着いたぜ。こっちだ。近くにコルネオの印がついた扉がある。安全確保よろしく。はいはい。聞いてもいい？オーディションの時どうして助けてくれたの？
アニアンに頼まれたからだ。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え？ほら、早く行ってくれ。余裕だぜ。私も。やっ！俺の見せ場だ。叩き止めてやら。ありったけをぶつけなさい。うっさー。バレット、声大きい。待て。もうすぐコルネオの隠れ家だ。ここからは俺が先に行く。プレートの上へ行く方法は？中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。あいつを追う。え？大事なものなんだ。ここの鍵が入ってる。追うぞ。さっきの野郎どこ行きやがった。上だ。面倒なことになったぞ。ここから先はあいつらの目印だ。どこから飛び出してくるか分からない。油断するな。鍵じゃねえのか。すまない。お前のもんじゃねえよな。身内の形見か。家族はいない。夢を見てたんだよ。私たち、私のことは忘れて。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけどな。あなたの目的って？復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。
しに行ったぜ。